皆様、本日はですね、メインはこちら、レタス、大量のレタスを使って無限レタス、塩豚レタス、無限塩豚レタスを作りたいんですけれども、本当これあっという間に出来上がるので、あとプラスして今回はちょっとね、麻婆豆腐じゃないんだけど麻婆スープ作っていきたいと思います。で、レタスの方は本当にもうあっという間に完成したので、最初にまずスープから作ります。用意するのは豚ひき肉、今回は 200g ですね、にニラ少量とネギ2分の1本に厚揚げ、であとはまあ調味料ですね。じゃあまずやっていきます。で、レタスはこちらも適当なサイズで手でちぎって水切りしといてください。水洗いした後ね、ニラは適当な大きさにカット、ネギはこちらみじん切りにします。なんだっけ、今は包丁で俺やってるけど、全然ブンブンチョッパーとかでやっちゃって大丈夫。でネギはちょっとね、たっぷりめの方が美味しいよ。まあ粗みじんで大丈夫。やばい、マジで包丁の切れ味が良すぎて、あっという間。ネギはまあ適当に粗みじん切りと。で、厚揚げはまあ2分の1にした後、適当な大きさにスライス。このままかな。じゃあ材料のカット、これで終了なので火にかけていきます。ではまずフライパン、まだ火にかける前でいいので、にごま油を一回しほど入れて、桃屋の刻み生姜、大さじ1杯ないかなぐらい、ニンニクも同量、生姜とニンニク同じぐらいね。そしたらネギ、あ、これ使えるよ、このままいける。で、生姜、ネギ、ニンニク入れたら小さじ1杯豆板醤、はい、小さじ1杯分の甜麺醤、はい、こちら全部入れたら火にかけて香りが立つまで炒めていきます。で、今回はスープにするんで、麻婆豆腐ほどの濃さはなくていいかなと思います。で、豚肉に一通り火が入ったので、ここで水を2カップ分、お酒を4分の1カップ分、これで沸騰させます。で、アルコール飛ばしつつ、ちょっとアクとかがね、目立つの浮いてきたらそれ取ってあげてください。では沸騰してアクを取ったら、ここに油揚げじゃなかった、これなんだっけ、厚揚げ入れていきます。たっぷり入れて、具沢山の方が美味しいよ。で、厚揚げをたっぷり入れたら、この状態で、まあ、弱火で 2,3 分ほど煮込んであげて、火が入ったら最後ここに、こちらのニラですね、寸前で大丈夫です。じゃあちょっと待ってね、ここに一応味付け塩コショウ軽く入れて、だからあと最後お好みラー油とか、あとガーリックパウダー、ホアジャオ、ここら辺は麻婆豆腐と同じ感じで入れていいので、じゃあとりあえずひとまずね、もうこれであとはニラを加えるだけなので、簡単な麻婆スープ完成。すいません、俺最後こちらスープにお醤油だけ足してください、大さじ1杯。はい、お醤油大さじ1杯、 OKOK、 完全に味付けするの忘れてた。それで改めて完成。では無限塩豚レタス作っていきます。めっちゃ簡単です。フライパンですね、フライパンにまずお酒大さじ1杯、今回もうフライパン1つでできるような感じにしようと思って、あ、でもお肉ね結構多いから大さじ2杯入れとこうかな。お酒を大さじ2杯、チューブでいいので生姜チューブ2センチほどで、同量のニンニク、そこに丸鶏ガラスープ大さじ2分の1でね、これをね揉み込んだりとかしてもいいんだけど、もうめんどくさいんで今回もこの上に全部やっちゃいます。で、しゃぶしゃぶ用の豚バラ肉ですね、今回 250g かな、これ全部入れちゃいます。開くだけ開いて入れておきます。で、この上にお塩少々、はい、そしたらもう火かけて、で、今回ね、レタスと合わせるので、使うお肉は豚バラでも、しゃぶしゃぶ用のちょっと薄切りの方がいいと思います。
で、こちらの無限レタスの方は、まあ、ほんと最後にレタス入れてもう1分も炒めないぐらいなんですけれども、食べる寸前に作ってくださいね。あんまり早く作っちゃうとどんどんレタスから水分が出て立っちゃうので、レタスのシャキシャキ感も味わいたいならやっぱりもう作ってすぐ食べるぐらいの勢いの方がいいです。で、レタスの加熱をほんと最小限にするためにこの段階で豚肉はしっかり火通しておきます。で、まあ、最後ちょっとごま油とかも入れるんだけど、一旦ちょっとこの段階で少しだけお肉味見してみて、ちょっと濃いめな味付けになってたらちょうどいいんだけど。そしたら最後ここにレタス、シャキシャキにするって言ってもさすがにね、レタスから水分は出るので、ちょっと濃いめな味付けがちょうどいいぐらいになります。はい、でもほんと3、40秒ぐらい、あとはもう余熱でだん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 へたれ始めるんで、レタスも一通り味付けしていた中のね、水分がレタスにも回ればもうこれくらいで大丈夫。そしたらもう火を止めて、ここにごま油を一回しと、たっぷりめに黒胡椒で、最後こちら混ぜ合わせたら、このね、シャキシャキ感がレタスの残ってる段階でいいね。はい、こちらで無限塩豚レタス完成。実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。早速じゃあもう早いうちに食べた方がいい、ね、こっちから食べていい、一緒に食べちゃうかも。レタスのシャキシャキ感がね。じゃあいただきます。いただきます。うん、うまっ。うーん、うまっ。これめっちゃご飯が欲しくなる。うん、うまい。本当にあのレタスのシャキシャキ感とこのジューシーな豚バラとの相性がマジで抜群。味付けも程よいね。もう最高、天才だわこれね。おつまみにももちろん 100% いいんだけど、超絶ご飯に合うね。ブラックペッパーしっかり効かせたよね。効いてるね。味付けしてる段階で、うん、まあ、レタス入れる前ってほんと結構濃いめな味付けの状態でいいんだよね、うん、レタス入れたらほんとに結構いい感じに薄まるんで、塩加減も最高だったわ。これレタスがほんとにいいね。いいね。これね、みんなね、見て、みんなに伝わってるかわかんないけど、その多分思っているよ、ほんと何倍もうまいねこれ、うん、まさに無限。シンプルなんだけどみたいな感じ、ね、うん、うん、だってこれこうちゃん作り始めたからさ、びっくりするほどあっという間に来たもん、うん、もう初めからレタスちぎってちゃんと水切っとけば、うん、調理時間ってほんと2、3分くらいできちゃう。うん、この簡単さったらお酒のつまみにも絶対喜んでもらえるね、これだったらパパッとできるからね。ちょっと僕はこちらスープをね。うん、ほんまうまい。これもうまっ。あー、ちゃんとスープ、スープだよね。結構辛めだね。豆板醤だけなんだけどね、これラー油も何も足してない状態で、小さじ1杯でも十分な辛みは出るで。だからちっちゃい子が飲むってなったらもっと少なくしないと、うん、すごいうまい、やみつきだねこれも。
麻婆豆腐ほどの濃さじゃないが、うん、スープとして飲める感じの、あーうまい。厚揚げがこのね味をしっかり吸っててめっちゃうまいです。どっちもご飯が進む、うん、最後正直おかわりしてご飯をこの中に入れて食べたい、うん、クッパみたいな感じ ね、うん、でもやっぱ驚きはこっちよ。あの短時間でね、正直さ包丁いらないじゃん、うん、あの手でちぎるからレタスは、うん、やっぱこのシャキシャキ感がいいね。いいね、ほんと好き。レタスって結構火通した方が美味しいのはあるよね、うんうん、レタスチャーハンにしても、うんまっ、はい、いや俺はめっちゃ早かなと思ったらこっちの方が上手だった。あっという間よ、もうご飯が進む進む。僕もあっという間になくなりました。うんうん、ということで本日はですね、無限塩豚レタスと、麻婆スープをこうちゃんに作っていただいたんですけども、はい、どっちともねあの短時間でできたようなあの料理じゃない、めちゃくちゃうまいです。時短ですごい、時短っていうかすごい簡単な料理なんだけど、なんか手抜き感がないんだよね、うん、それがほんとすごいなと思ったのと、やっぱね僕はもうこれほんとおすすめ、マジで食欲そそるし、あとこの塩豚このね味付け加減も紅茶の味付けもうぴったしなんで、もうお酒にも合うし、ご飯がこんな進む、この短時間できるあんまないと思うんで、すごいおすすめだなと思ったのと、麻婆スープももうスープとして飲むのはもちろんいいんだけど、もうご飯もこれも進むから、うん、どっちも美味しかったです。最高、ありがとうございます。はい、という感じでございます。本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ、バイバイ。